はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回は、こちら、ファイナルファンタジー15プラチナムデモという体験版をプレイしていきます。ようやく製品版のファイナルファンタジー15が9月30日に、2016年、9月30日に発売が決定したというわけで、エピソードダスカとは違う無料の体験版プラチナムデモというものが配信されて、内容は、主人公ノクティスの、なんだっけな、少年時代の記憶を見れるだとかなんとかの内容で、本編への引き継ぎ要素も何らかの形であるそうなのでやっていきたいと思います。多分このオーダー FF15 っていうのはストアの予約が、そうだね、いやー長かった9月30日、以前エピソード出すかの実況とかもやってたんですが、まあひどいものだったので製品版の実況はうまくできるように頑張っていきます。じゃあ早速やっていこう。スタート。プラチナデモファイナルファンタジー15プラチナデモファイナルファンタジー15は主人公ノクティスが子供の頃に見た夢の世界を描いています。夢の世界、小さな案内役とともに不思議な世界を探あはい、探索していこう。ここは君の夢だよ。あ、始まった。子供のノクトだ。あー、ちょっと重たいけど、夢の中なんでね、夢の中でスマホ渡された。ジャンプ、あ、ドッジロールもある。なんだこれ。ブロンズパネルのロックが回収された。マップとかも開けないっぽい。夢の世界で何かが起きた。おお、おお、あれ、これってエピソードダスカの体験版でバグ技使って見に行ったタイタン時代の今の。おお、あー取れない。うまく取っていこう。今の君はいつもより深く眠っている。前に進んで目を覚ましてみんなのところに帰ろう。眠りが浅いから夢を見てるんじゃないんだね。時間が変化したようだ。いや、音楽がいいね。音楽、十字キー表示が出てるけど何もない。あ、こっちにもある。とりあえずこの謎の物体をどんどん集めていこう。僕と一緒に来れば大丈夫。夕方になった。雨降ってきた。この上登って回収しよう。
登れない。あ、出たモンスター、ルビーの光ん、ピコピコハンマー。装備メニューを開き、もらった武器を装備してみましょう。戦えるんだ。おもちゃの剣とピコピコハンマー。あ、戦闘だ。あ、ちょっとダスカから戦闘のスタイルが変わってんのかも。戦える。あ、強くない。幼少時代から武器消したり出したりできるの。ワープはできない。ガード、ピコピコハンマー。あ、ハンマー強い。こっちかな。冒頭にあった会話はもう事前情報で分かってる通り、その停戦協定かなんかを結ぶときに襲撃されたっていうところの会話だよね。こっち行こう。夢リアルすぎないか。夢の世界で何かが起きた。こっちはいけないね。なんか泳いでる魚。お、おお、え、リヴァイアさん。入ってった。リヴァイアさんもトレーラーで見た。武器はいつでも出せるんだ。僕に続け、思い切ってジャンプ。中に入るの。ジャンプ。次の入り口はどこだっけな。小さくなった。夢だから何でもありだ。そうだ、面白いものあげる。一つ投げてみて。花火ゲット。ボム。ボムを投げれる。ここ出よう。ちっちゃくなってる。ドアロックだ。なんかここもトレーラーで見たことがある気がするんだけど、違うとこかな。ダッシュもできる。なんかアイコンが出てる。あれ、おもちゃのトラックになったよ。走れる。これぶつかれんのこれ。机の上。トラックになったけどどうやって。これぶつかったらどうなんのこれ。あ、崩れる。上だよのこと。戻ろう一回。どうやって上に登るんだろう。小さくなってるから広いな。なんだ、あ、敵か。あれ倒してみよう。ここだけだったらもう全年齢対象ゲームの FF15。 ピコピコハンマー、可愛い音が鳴る。ちょっとコンボっぽくも使えるね。よいしょ。
あ、また来てる。ナイトメア。このジェルみたいのをどんどん集めてってるけど、こっから上登れそう。今度登って、これはなんだっけな、ルシウスって名前だったっけ。そこの王国の部屋かどっかか。また敵がいる。倒しちゃおう。ハンマー、ナイトメアばっかりだな。あ、奥から見てる。ハンマー。あ、このジェルみたいのが体力なのか。あ、そうだね。あっちだね。めちゃくちゃリアルな夢を見続けてるけど、本編とどういうつながりになるんだろう。ハート、このうち入って入って、ジェル集めて、入った。外だ。残存ぶり。ここのどこかに長い廊下があるの。それが夢のゴールに続いている。あ、すげえ町だ。すげえテカってる。ちょっといろんなところ行きたいな。これ中まではさすがに入れないか。入れない。ジェルが至るところにある。これなんだろう。あ、朝と夜が変わるのか。時間が変化したようだ。あ、でも敵はいる。これはなんだ、人物が、はてな。あ、姿がか、うん、これはエピソード出すかで見たな。あ、攻撃もできる。夢だから何でもありか。ほら、これ戦えるのかな。これ、あ、戦う、強い、こいつは強い。あ、てかいろんなもの壊しちゃう。これ小回りがあんまり効かないけど、倒しちゃうか、このまま。いいよいしょ。動作は遅いけど、あ、動作はすげえ遅い。いいよいしょ。ノクティスに戻ろう。別の武器とかないのかな、十字キー4つなら。あ、またなんか踏んだ。おわ、なんだこれ、チョコボ、チョコボのマーク。いや、チョコボではないよなこれ。別の動物になった。あ、でナイトメアじゃないのがいる。あ、強いな動物。ほら戻って。こいつなんだ、こいつナイトメアなのか。ハンマー、ハンマー。あ、また踏んだ。あ、踏んじゃった。夜になった。まだ敵がいる。向こう行くと良さそうだけど、こっちの方まだなんかあるかな。迷いそう。これ踏んだもんね。あ、で踏んで、おお、また時間が変化しちゃう。
ピコハンマーが最強だ。あれまだいなかったか。はい、ハンマー、ハンマー届いてない。ハンマー、お、チェルあった。夢から覚めることが目標ではあるけど、リアルすぎて覚めそうな気配がない。天気が変わった。虹、あ、天気が変わって今夜なんだ。ああ、敵が出てきた。ハンマー、ん、なんか移動が速くなってる。でかいナイトメアが2体いる。ハンマー、そんなに強かない。ハンマー、オッケー。朝にしよう。あ、夜が明けてきた。あ、早い、月が落ちてってる。うわ、眩しい。これで朝だね。これ本編で出てくる街なのかな。ここにもなんかある。飴玉。装備メニューは開けるけど、さあ敵がいる。なんだろうこれ、アイコンを見る限りなんだっけな、こんなのいたないエピソード出すかのモンスターに。なんて名前だったっけ、名前を思い出せない。シルエットはナスカで見たことのあるモンスターだけど、名前はみんなナイトメアなんだ。壊れそうな木箱があるけど、なんかある？なんもない。すげえ、滝に囲まれてる。わ、眩しい。太陽、太陽がすげえリアル。これはなんだ、太陽。あ、これも朝から夜にしちゃうのか。こっちはこれなんだ。ああ、これは天気変えるんだ。曇りもあるんだ。先にこの状態で夜にしてみよう。夜になったらこの辺の景色どうなるんだ。あれ、夜になってかないな。多分ここはオートの下町というか、まあ、ロックされてるパネルが3つある。きっとここだよ。ここで、あ、こっちにも行ける。なんかある。あそこにジェルあるんだけどな。あれどうやって取るんだろう。あ、こっちか。このジェルが欲しい。よいしょ、ゲット。こんな子供なのに高いところから降りてローリングして反動吸収なんてできちゃうの。こっち行こう。あ、テカってる。大理石がテカってる。夢のゴールはね、君が一番ホッとする場所にあるんだよ。君はよく眠る子だから。ゴールはベッドの中かな。トレーラーでも結構寝てたもんな、あのこと。僕、君のことよく知ってるでしょ。こっちだ。ここはお城の前だね。ここトレーラーで見た。城の真ん前だ。
おお、ああ、結構重たい。結構重たいが、城の真ん前だ。確かに君の家だけど、本当にここが一番落ち着く場所なの？お！夢を見てもこれが守ってくれる。でもイカノクト、夢の中ではお前が王様なんだ。僕は怖くない。あ、青年になった。あ、アイテムがちゃんとできてる。危ない危ない、戦闘だ。ちょっと戦闘の UI も変わってる。体験版から倒そう。ワープとか使えるのかな。おお、鉄巨人回避もできる。うわ、魔法があるんだ。あ、魔法強い、魔法強いけど連続はできない。どうしようか。ロードソード、硬い硬い、金属音がする。スラッシュって出たな一瞬。ファイヤーが使えない。おお、なんだなんだなんだ、どんどん攻撃しよう。硬い硬い硬い。おお、こいつは強い。おお、強い。待てよ、なんか周りにありそう。ガード、パリパリ成功。ちょっと待てよ、周りに何かありそう。 MP 回復。あー、時間が変化。追ってきてる追ってきてる。魔法使おう。魔法使えない。今の君ならできるはず。マップシフトのポイントが出現した。これマップシフトということは、おお、 MP が減る。うわ、吸い寄せられる吸い寄せられる。これならいけるか。シフトができる、上にシフトできるな。シフト、あ、ここで回復できる。ワープすると謎の回復力を発揮するノクト。吸い寄せられてるけど大丈夫。シフト、ダメージ 1.0、 ルビーの光、ファントムソード召喚来た。これ体験版でも最強だったやつだ。ちょっと先にシフトして回復したい。できるとこないか。召喚しよう。強いわ、体験版より強くなってる。戻った、結構ボロボロだったけど。さあ早く夢から出よう。花火、あ、花火使ってなかったな。使えばよかった。なんか奥にもある。ちょっと待って、これはなんだ。ん、待てよ、これもしかして、もしかして、もしかして。
あ、出てきた。シフト。あ、こんなとこにシフトできる。ファントムソード召喚も消えちゃった。再戦できるんだ。倒しちゃおう。ダメージ 2.8。 ほら、おお、ファイヤー切れてるしね。はい、切れた。あ、円のゲージがそうなんだ。シフト回復して、探検体験版だけどかなりの強さ。この後のファントムソードで倒せるか。倒した。ああいうパネルの奥にまたパネルがあると踏みたくなっちゃうけど、この場合は踏んじゃいけないやつだ。じゃあエンディング見よう。はい、夜になった。ん？車だ。ありがとう。バイバイ。君の名前思い出したよ。ん？夢の案内役の名前を入力してください。え、嘘。カーバンクルってあるからカーバンクルにしとこう。はい、あ、クリア。本作で体験していただいたノクティスの夢はごく限られた世界です。ファイナルファンタジー15では信頼できる仲間と途方もなく広い世界が青年へと成長したノクティス、そしてあなたを待っています。ゲーム本編でお会いできる日を小さな案内役とともにお待ちしています。今名前決めたことは本編に関係あるのかな。はい、じゃあ注文ページは移動して、あ、移動しちゃった。はい、これで体験版終わりだね。それじゃあプラチナファイナルファンタジー15のデモはここまでにして、じゃあ9月30日発売の本編を楽しみに待ってよ。はい、ご視聴ありがとうございました。